こんにちは、はるです。8の字編みのバリエーション3つ目はビーズの数を増やしてレーシーなリングを作ってみましょう。左右のビーズの数を増やしてまさに8の字がつながったようなデザインに仕上げていきます。材料です。マルショービーズシルバー約80個、同じくゴールド約10個、作りたいサイズに合わせて加減してください。テグス70センチ。まずテグスにシルバーを4つ、ゴールドを1つ、そしてシルバー4つの順に通します。そして新たなゴールド1つの中で左右のテグスを交差させます。こうすると上下にゴールドが1つずつ配置されてますよね。このゴールドで交差して1つ1つの輪がつながるように編んでいきます。左右のテグスにシルバーを4つずつ通して、ゴールド1つで交差します。これをどんどん繰り返していきます。今9個の輪が出来上がっていますが、指に巻いてみて5ミリぐらい短い状態ですかね。このくらいまで編んでいきましょう。つなげてリングにしていきます。このように置いてまず右のテグスにシルバーを4つ通して、一番上のゴールドに右から左へと通します。
左のテグスも同様にシルバーを4つ通して、テグスを結んで処理したい方はここで結んでしまいましょう。そしてすぐ隣にあるゴールドの中に結び目を隠して、その先のシルバー4つにそれぞれ通してテグスをカットすれば OK です。結ばずにもう一周頑張って編むぞという人は、左のテグスにシルバーを4つ通してから、一番上のゴールドに左から右へと通します。そして2周目レッツゴーでございます。お疲れ様でした。ビーズの際でテグスをカットしましょう。これでレーシーなビーズリングの完成です。こちらは白バージョン。こういうデザインは季節を問わず一年中使えて重宝しますね。で、丸小で作るのは自信がないという方は丸大ビーズでも作れます。左右に通すビーズを3つにしてみたんですが、いい感じに仕上がりました。いろんな色でたくさん作って楽しんでみてくださいね。